こんにちは愛の専門家香水です今日のお話はマッチングアプリ連絡が来なくなっても気にしなくていい事例についてお話していこうと思いますマッチングアプリでこうメッセージをしている相手がねあなたにいた時にですね何度かいい感じでこうやり取りをしていたんだけれどもなぜか理由もわからず返事が来なくなったりだんだん相手のセンションが下がってきているのを感じて不安になったことがある人。 いいるかなと思いますもしくはなんとなく自分が否定されたような拒否されたような感じで落ち込んだことがある方に向けて今日はそういう話をしていこうと思いますでそういった方にこう考えられる理由原因とそれをどう捉えたらいいかどう考えたらいいかっていうところを話していこうかなと思っています。まず今日の話は まあ私が実際に体験した話を元にして多分お相手にもこれと同じことが起きていると思いますよっていう定でお話ししていこうと思いますのでまず私のエピソードを話しますね。えー、っとマッチングアプリで先にこう出会っていた人がいたんですねその人魂の色が黄色の方だったんですけど、まあ、あのちょっと今回黄色と青が出てくるんでちょっと分かりやすく説明できると思ったんでこの色を使おうと思うんですけど。 今日初めて聞いていただいた方は魂の色のこととかわからないと思うのであのブログなどにたびたび魂の色について伝えているので、まあ、そちらなどを参考にしていただければいいかなと思っています。で その黄色の方は初対面の印象としてはまず、まあ、本当にまともな人だなっていうのが思いましたそして話もねそれなりに弾みましてですねあの喫茶店っていうのかなカフェで、まあ、3時間ぐらいお話ししたんですよでまああのいろいろ喋った結果ちゃんとこ,のこちら側の感情の機微とかも捉えられる人だったですし悪い印象では全くなかったですでじゃあ私がじゃあその人に対して恋愛感情があったかって言われると まあそこははちょっと微妙な感じではありました。ん全くない,とないっていうあの可能性がないっていうわけではなかったんですけれどもじゃあすごく引かれたかっていうとそういうわけでもなく、まあ、これから、まあ、会ってみてからなのかなっていう感じでしたなので、まあ、2回目とか3回目とかもし会うとしてもそれは全然 OK だなっていう感じの結論でしたでその後、まあと2回目お誘いいただいて あのデートしたんですけれども2回目の印象も1回目とさほど変わらなくてまあ普通に楽しくお話できましたし、まあ、ちゃんとエスコートしてくれてその辺りは疎通がなかったというかまあ分かってらっしゃるなっていうふうに思いましたで、まあ、嫌な気持ちにさせること,ところが一つもなかったのでそういう意味でも、まあ、今後会っていく人としてはまあ別にあの悪くないというかまあ分かんないこれから。 どうなるかはわからんけど別にこの時点で拒否っていうことは全くなかったですでこの2回黄色の人と会った時にちょうど別の人もやり取りしてたんですけどあの青の人が登場するんですね魂の色が青の人ねで、この方は最初アプリの印象ではね合う前ですよ私的にはあんまり好みの感じじゃなかったんですよ 多分この人いい人だろうなっていうのは写真で分かったんですけれども好みではないっていうところで後回しにしてたんですねでもまあメールのやり取りぐらいはしてもいいかなと思ってやり取りしていたらそのメールのやり取り取が上手だったんですよね <laughs> なので結果的に会うことになりましてまあその自分と会ってる日がちょうどタイミングもあのよかったというか会わせてくれたんでうんと1週間ぐらいまああれこれやり取りした後に会いました。 でで実際ですねこの人に、ね、会ってみるとちょっと写真の印象と違ってたんですよ。なんか写真の、ね、印象はなんかいい人って感じだったすごいなんか気のいい人みたいな印象だったんですけど実際に会うと写真の印象よりも個性的だったのとあと若干破天荒っていうかまあちょっと一般のサラリーマンの人にあんまりいないかなって感じるようなタイプでしたで私はどっちかというとそ肩型通りの普通の人あんまり好きじゃなくて。 まあ、ちょっと変わってる人が好きな傾向があるのでまあ私的に言うと会ってからの方がだいぶ印象が良くなりましたでこの人は他に突出してるところがあるなと思ったのはコミュニケーション能力がすすごく高かったです話を聞くのも上手だし話をするのも上手で、まあ、あのもしかしたらたまたま話題がすごく大手た私と会ってたのかまあ 多分相手も上手だったっていうのもあるとは思うんですけどちょっとどっちなのか今はちょまだわからないですけど、まあ、この人と話してると話が尽きないいっっていう感じだったんですねでその黄色の人はっていうと私が話を割と提供してあげないといけないところがあってまあこれは別に、ね、黄色の人に限らず、まあ、全体の8割ぐらいの人はうんとこっちから話を振ってあげないとコミュニケーション能力が高い人っていうのはそんなに多くないので。 まあそれを私は分かっているから別にそれでいいと思ってやってるんですけれどもでもこの青の人は話をこうなんか私が話をこう探してきてこう話振ったり相手に気を使って質問してあげるっていうところを一切しな,ししなかったんですねしなくても普通に話をしてて勝手にどんどん話が膨らんでいく感じでまあ結局昼ぐらいから終わったんですけどまあそのままご飯も行っちゃったので <laughs> 多分6時間ぐらい話し込んでたと思うんですよ。 でまあ、翌日あその日の晩も電話してくれてその翌日も電話くれてたんで、まあ、2, 2時間ぐらいというか、ね、合計 2, 2時間以上を電話でも話したりとかしてたのでそれでも話が尽きないのでまあなんせ会ってて飽きない人喋ってて飽きない人だなっていう感じでした。 であのこの人青の人なんで私は魂の色が緑なんですけど緑の私から見てこの青の人っていうのは、まあ、どこから棚が飛んでくるかわからない感じの話の展開があったのでなんかそれを面白くちょっと感じましたね。なんかいつもね私青の人結構ディスってる記事も多くあるとは思うんですけれどでもあのこ別に悪いことばっかりじゃなくてここのところ、まあ、緑の人緑の人って結構続いてて。 あの緑の私が緑の人と関わってるっていうのが続いてたんで,でその時にあの私思ってたことがあってそのどの緑にも思ってたことがありまして私と同じ緑の人といると、まあ、正直言って話の展開が貧しい乏しいんですねであと、ままあ、緑の私なんで理屈で理屈で返すすじゃないですかそれに対して相手も理屈で返してくるというこの会話としては全然面白くない会話の展開になるなってことはずっと思ってました。 ついに緑の私が緑をディスり始めてるわけですけども <laughs> あのー楽しの色が緑の人はやっぱり二元性のね時間軸のエネルギーがどうしても強いんですねなので原因結果っていうものの考え方をすごくしちゃうんですよだからやっぱりどうしても理論的になるし、ね、理論対理論みたいな感じでこれがずっと続くと結構しんどいんですよね まあ自分も緑なのしんどいとか言ってあれなんですけど、まあ、正直言ってあのずっっってててずとととやるししんどいいなってことは思いましたそういう意味では青の人っていうのはあの理論でガンガンこっちが返したとしても相手が全く理論で返してこないのである意味ホッとするというか全然違う角度から返してくるのでなんかある種の安心感を覚えるっていうところもたびたびありました。 まあ、もちろんねあの魂の課題のね私にとって課題はサブリミナルなんですけどそうサブリミナルが刺激されて嫌だなと思うこともあるんですけどもまあそれはそれで多分今後もね今後、まあ、文句言いたくなること起きるだろうなという前提で今いいと思うことを言っているって思ってください。なのでこの話は何も青と緑だと相性がいいっていうそういう単純な話では全くないので間違わないでくださいね。 で青の人の話を聞いてるとどうやったらそのねロジックになるんだろうって思う話も多くて <laughs> なんかそこが分からなくてモヤモヤして嫌だなと思う時もあるんですけどだからいいことばかりってわけじゃないですでも逆にそのかよくわからない感じに救われる点もあるのでなんかいいとか悪いとかじゃなくてそういう関係性っていうことですねだから青の人っていうのはあんまり時間軸で物事を考えてないと思うので。 多分そもそもロジックがないんだろうなと思いますで話戻しますが結果今どうなってるかっていうと黄色の人からも青の人からも誘いもらってるんですねでもまあ、心境的には青の人を優先し,してしまってる私がいるんですよでここで分かってもらいたいのは決して黄色の人が悪いわけじゃないってことなんですね 黄色の人は私に何か嫌なことをしたわけでもないですし、黄色の人のその個性とか持ち味がダメだったわけでもない。ただ、黄色の人の青の人がたまたまこういたときに、青の人の方が私は楽しいって感じたっていうことと、合っててしっくりする感じが強いなっていうだけのことなんですよ。ほぼまあ、同時期に出会ってるので、結果的に比較することにはなってしまったんですけど、このタイミングも含めて、これはもう本当にご縁の問題 だって言いたいたんですねもしこの時期に青の人とは出会ってなくて黄色の人だけだとしたらもしかしたらこの黄色の人と付き合ってた可能性もあるかもしれませんし何が悪いとかいうわけではないんですね。でもちろん今までね誰とも付き合ってなってないんであの青の人ともまだ何か起きてダメになるかもしれないしまだそういうの分からないんですよ現時点。ののの話ははここううでですすとということですであの必然的に黄色の人からの連絡は 私の返事がね遅くなってしまったりなんとなくドリキじゃない対応をついしてしまうわけじゃないですかそしたら黄色の人はどううう感じるとと思思思いますあ、俺あ俺かかかんんんっったんかなって思うと思うんですよで、今日冒頭,冒頭話ししたことに話が着地すると思うんですけどあなたがやり取りしてる相手で別に自分は何も悪いことをした覚えもないのになぜか返事が遅くなったりそっけなくなるっていう。 あるいは返事が来なくなってしまったっていう相手がもしあなたにいた時にですねこの黄色の人と同じように私が悪かったのかなとか嫌われちゃったのかなっていうふうに自分が否定されたかのように感じませんかっていう話なんですよ。でも事実はそうじゃないんですよ。ね。私は黄色ののの人人を否定してて、いなくってタイミングも含めたたまたま青の人の方が、 楽しく感じたし話があっていただけっていうことで黄色の人がダメっていうわけではないという点ですねつまりあなたもこのようなことが起きてる可能性がありますよっていうことが言いたいんですよだからあなたがダメだったわけではなくて人にはやっぱり愛称とか好みとかしっくりくるか来ないかっていうことが個別にあるじゃないですかそれって努力してどうにかなるものでもないんですよね 努力したからといって万人に愛されるわけでは全くなくてまた万人に愛される必要すすらないんですよで、よ。自分に合う人しっくり来る人に出会えてで好かれたらいいっていうだけの話でなんかそこに行くためにいろいろ会ってみないとわからないから会ってるってことなんですね。で、 そんな風うにこう恋愛というのはいろんなことが絡み合って関係性が成立しているので自自分分のの頑張りや自分の特性が原因でで悪いい結果にななるとも限らないんですよだから今日伝えたみたいになぜか思い当たる節もないのに返事が来なくなったとか即決なくなった場合っていうのは今日お話したみたいに相手にこの現象が起きてるかもしれないっていうふうに捉えてみてそれも含め 縁がなかったのかなっていうふうに思った方がいいんじゃないかなっていう話を今日は伝えたかったんですやっぱり恋愛っていうのはかなあの頑張ったら叶う部分ももちろんあるんですけれども自分の能力や力を超えてご縁とか巡り合わせっていう理屈ではどうしても解明できない部分があってもうそれはやっぱりコントロールできないんですよ だからそこはもうしょうがないなって受け止めていくしかないんじゃないかなっていうふうに思います。はいということで本日のお話は以上になります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また別の音声動画でお会いしましょう。